気のいい雰囲気で勝ったので、その雰囲気を壊したくなかったんだけれどもと、かなりがっくりきています。という2勝目っていうのをね、そろそろ欲しがる気持ちがあったと思うんですね。そうですね、そういったところから少しずつ、はい、それね、はい、やはり力持ったピッチャーですからね、やはり低めに対する粘りっていうのはね、出てきたら本物になってくるんでね、はい、そういう投球を早く見たい。ルーキーの矢野、147キロ。やっぱりいいピッチャーになってきますよね。そうですね、150を超えていました。速いボール、これも速い、申し分ないんですね。さあバッターブロバーズのようにベイスターズをどんどん倒せ、一昨年までのようにベイスターズをどんどん倒せ、京都府の福井渡るさんからいただきました。そうですね、あと、ゲームに私熱中していましたら5分ちょっとで4時にもなります。4回で5回の変化球を織り交ぜながら速いボールで勝負できるか。去年まではメジャーリーグブロワーズ、おっと、今日はかつてはショートライナー、はい、また早いカウント、初球から高いバンドの三塁ゴロという、この4回の裏、5回の表裏、現在は6回に入っています。はい、阪神タイガース頑張れ、はい、優勝だ優勝だ優勝だ、いいですね、3つ優勝という文字が書いてあります。今岡セカンド後方のフライ、ライトも前に、タイガースも優勝すると経済効果が ね出てくる可能性は十分にあります、ね、優勝して、はい、やっぱり沖縄ではサミットも開かれましてね。あ、本当ですね、サミットにしたいですね。今日は加藤先生ありがとうございました。今日は加藤博和さんの解説でお送りしております。オアシス的な存在に今日はなっています。背番号17、中武者大変で、やっぱりお客さんが正直です ね、 ですね、いい拍手を送ってくれましたね、はい、今ね、ピッチャーいい選手を輩出しているようであります。松坂選手にしてもですね、一人でやっぱりね、大阪球場なんかでも、はい、すっごい行列だったですからね、はい、うん、球場から、うん、後にするわけですよ。いいじゃないですか。そうですね、さあ上手ね、センター前、こう気持ちがやっぱり今度リード乗っていけますね、はい、結構上手ねという選手でリードもやっぱり出てきますんでね、良さが出てきますからね。あ、そうです、ちょっと苦労しそうだなという感じもしないでもありませんが、絶対これ以上点をやってはいけないベイスターズ、川尻大阪7回の表に入りました。矢野のピッチング、ちょっと注目しましょう。ストライクをまず取りました。速いボールです。今日は150キロを超えるボールもありました。松坂並み、はい、その球に合わせてつもりは指導が早いんですよね。あーはー、よく守ったしました。ということでポゾのナイスプレー、あれが内野安打になってしまったらちょっと矢野はショック、バットを折った打球でした。キボールです。今日は結構いい仕事をしたとか、はい、その前のランナーがやっぱり出てないと楽しみが、ね、半減するんですけれども、はい、ことがバッターその2番の和田、今日はいい仕事をしています。そしてこう大きくですね、はい、いじるものがあるんですよ、2番バッターというのは。ワンスリーです。2-3、ラストボールです。あっと
150打ってしまったんですね。はい、ダイソーに田中が出てまいりました。打った一塁塁間木山ノーアウト。微妙な分かれ道にならなければいいんですが、ベイスターズとしてはバッターはブロワーズ。さあ、ここ3分の1投げて、これが矢野投手の今シーズンの最長イニング、今シーズン2回というのが一度あります。さあ、期待がかかります矢野。今シーズンも151というのを東京ドームで出しています。150です。ちょっと調子に乗りすぎました。おー、いいボールだ。152、どうでしょう。お、バット回ったかな。バット回った、ね、150キロ速いピッチをする場面でもあります。突如として出てまいりました。さあ、ルーキーの矢野です。真剣勝負。横浜高校の出身です。ですか、はい、流れがね、はい、うまくいってるわけですね。ワン、ツー、四つ目ファールです。現在は2回と3分分投げています。味方のマシンガン打線を信じてジョンソン打ち取りたいところです。投げられるか。トゥトゥ、低めに低めに。ランナー2人スタートを切りました。あっという間取りだ。ライトの人だ。右の三塁回る。貴重な追加点。9球リードしないで、9球投げないでですね、まあ、ボールからですね、悪いね。バッター新庄打ち上げました。これは打ち取りました。